盤結構良さそうやな今日。ほんまやな、いつもあんなちゃうもんな。なんか今日はちょっといつもと違うところにも入ってるんかもしれん。この2列だと強そうだよ。かもしくはサラバン結構稼働、回転数少なかったけど今まで、もしくは今までもうちょっと入ってたかもしれんけど埋もれてたっていう説もあるしな。今日いいよ。どうしよう、そんな。前代系が物語シリーズで、あとよ、あとも結構なんかポコポコとあるんかな、散らばって。そうバラエティのコードギアスも結構設定されるとこ引いてはる言うて、確定は出てないけど良さそうって。どうしよう、なんか GO とか言われるとありそう。まあ同色は引けてないねんけどな。そういうもんよな、だってわしもだってあれやもん、六角出したプライベート稼働でな、六角出した時も同色引かんかった。どうぞどうへんかった同色な。そうよ、そういうもんよな。だからその同色とかは関係ないねんな。全然強いやん。強いな。うん、正月なのに。なあ、うん、お前でお正月にな、うん、強いで。なあ、でもなんかいつもと違った感じで入ってる気がする、うん、でもさ、俺あれだけ店内強くて絆入ってないとは思わないんだけど。ゴーとかやったんで、ね、だからなんかさ、正月に来る人に向けてちょっといつもと感じ変えてるのか、そんな感じもするよね。そしたらなんか5が2台とか、両角5とかっていう可能性もあるし、楽しめるように、後から来た人も座れるようにさ、もう一周わかんない、戻ってみて他に2台空いてたらそっち移動してもいいし、なかったらあれもう一周見てもいいかなって感じです。お昼から戻ってきてね、続きを打っています、はい、なのでね、ちょっとね、どうしようかなー言うてお昼を食べながらとかも考えておったんですけれども、やっぱりちょっとな、せっかくな、なんかいつも入ってるところやしさ、そう、ほんでなんか、おう、他のところもいいし、なんかそう、なんかいつもと違う感じもあるし、なんかゴーとかやかもしれんし、そしたらな、ちょっと4回さエンディングを取ったら万枚とかだったらいいかもしれんし言うて、なっちゃったな、そんな。はい、ほんで言うてな、しばらちょっと打ちます。吉田や、はい、15ゲーム吉田からのバジリスクチャンスでございます。早いぞ、いいぞ。よし、15、吉田バジリスクチャンス。吉田外し何回目やねん。またって吉田外し3回目やわ。しかも1回なんか C の吉田外しやで。そうなん、すごいやん。いつもわしなあ、なんかさ、ちょっと辛いことが起きてもさ、ゲンさんがあるって思ってたけど、ゲンさん飽き台ない、すごいやん。そういうことやろ、つまりはすごいやん。
結構な台数やで。そうなんや、雰囲気いいやろ、そんなもん決まってるよ。そうなんや、それはすごい。お、はい、33ゲーム吉田からのバジリスクチャンスでございます。33、青い色白ランプや。はい、本日4回目か5回目か、もうちょっと数えきられへんぐらいの吉田外しでございます。あー、そっか、別に、そうか、今やめてもいいんか、そうやった、確かに。負けっこでございます。はい、いやでもちょい負けっこな感じじゃないか。うん、な、投資が19,000ね、で回収で回収614枚、絆の有力観天井を食らってたりね、あと有力観天井、まあ、ほぼ2回かほぼ2回食らってて、これは全然継承かなと思います。とはいえ1番やってんやった、私抽選番号ね、まあしょうがないよ、しょうがないな、しょうがない、夢は見た。今日は物語シリーズです、物語シリーズ全録ですね。はいね、なだって今日その前代のグラフとかもちょっとね見てたんですけれどもね、もう1台だけちょっとピュー言ってへこんでるけど、でもあともう全録やな言うて、いやこれでも1台へこんでんのもろっかなって言ってたら6角が出ました。しかもそこだけじゃございませんな、6角がなんと3台も出ました。な、物語シリーズ全部で5台あるんですけれども、そっから3台出ましたな。いや今日も今日とて神でアムディ野田天様でございます。神でことアムディ野田天様でございます。その他は A タイプのそのあれよ、ジャグラーとかマイジャグとかもちらほらとあったりとか、そう、あとね、そう、あとは何やろ、あと番長か、それ番長な、番長なんか何右肩上がりの綺麗なグラフの方が私見て2台ぐらいあったかな、そうだ半分ぐらいか、半分、3台か、3台もあったん、3台か、そう3台あって、ちょっと番長に行けばよかったかなっていう番長でした。あーそっち系ばっかや、迷ってたとこや、まだ数のあれか、右やったっけ、うん見た見た。
何よ何よ、いくら昔やん。いくらホイホイやん。はい、次頑張りましょうね。カミディでした。今日もカミディ。はい、コットンキャンディー収録、ね、次回はなんと平山さんが来てくれはります。はい、で次回ね、次回の次回は私海のいくらがまたまたお邪魔します。はい、また頑張りましょう。ありがとうございました。平山さん、今日番号何番ですか？24番です。ちょっとこれ晒したくないんですけど。ああ、了解です、了解です。いや、いいんですけど。すごい、あのモザイクかけますよ、番号以外のところ。いや、いいんですけど。これなんか私、非現人さんの番組に行って、はいはい、これやんなきゃいけないってなって、うん、もう慌てて登録して、これスーパーの、その時行ったスーパーのちょっと角の方で撮ったんですよ。なるほどね。もっとやる気、なんかこれ変えらんないから、もっと。おはようございます。可愛く撮ればよかった。可愛く撮ればよかったです。新潟は行かなかった。新潟行きましたよ、また。今のがこの店のもともとの常連さんで、はあ、すごい設定状況とか詳しいんだ。詳しいんだ。詳しいんですか。詳しいというか常連なんで、みんなが来てくれれば設定使ってくれるんで。あ、また呼んでもらえるように。競馬もやる。競馬めっちゃやります。来させていただいたんですけど、すごくこんなにね打てる機種があるっていうのは、絆がダメだってもパチンコでワンチャンあるじゃないですか。そういう立ち回りができるので非常にいいホールさんだと。